こんにちは。いつもメッセージありがとうございます。そしてですね、昨日はステーキングライブの方、本当遅くまでお疲れ様でございました。まあ、私もね、未だに不手際なところがあって大変失礼しました。まあでもね、すごくね、ためになりましたね。昨日あの若い方が2017年に体の暗号通貨の存在を知って、そこからステーキングプール構築まで勉強されたわけですからね。だからそれよりも前から知っていた私とか完全に置いてかれたなというところでございますね。ただ私の場合はこう拡散力がありますんでね、やっぱりこう誰かのお考えをたくさんの人に広めることはできるのかなというところで、昨日のライブ放送は、まあ、私もお役に立ってたんじゃないかなと思います。まあ、リピさんのね、リピさんの お顔もマスク越しでしたけどもね、こういう緊急事態宣言下で、ご覧になることもできたと思いますんで、さらに安心してね、ステーキングに取り組めるんではないかなと思います。さあ、これからですね、そうですね、中東とかインド、特にインドですね、これはちょっと深刻なのと、報道が正しくされているのかなっていうところもあります。あのインドはたくさんの言語がありますんで、とてもじゃないですけどもね、ツイッターで、それからインスタグラムで、リサーチするっていうのがなかなか私もね、苦手なんですけども、ただ日本語訳されたメディアではなくてですね、少なくとも英語によるたくさんのね、パネラーさんの意見を聞くことによって、多少なりとも歪められてない情報が、私も見ることができるのかなと思ってますね。その中でインドね、やっぱり14億人いますけども、小さい部族とか民族がこう集まって14億なんですよね。まあ、ですんで、お住まいになってる方にしてみると、なんか小さい小国が、都市国家がたくさんあるみたいな感じなんでしょうかね。そこに宗教的なものもあったり、まあ、いわゆるカースト制度の名残みたいなのもあったりとかして、非常に複雑な環境をそこに呈しているのかなと。ちょっとね、これはね、単なる分類を知ったぐらいではとても理解することができない、私たちにはなかなかね、つかみきることができない心の動きなんじゃないかなと思います。その中でざっくりとですけども、これはちょっと言い過ぎかもしれませんけども、14億人もいますんでね、死亡者率っていうのも国単位で捉えると、例えば10万人20万人が軽微な方というふうに捉えている方もいるんですよ。これはちょっと恐ろしいことですけども、日本では10万人っていうと本当にね、とてつもない恐ろしいレベルです。1000人に1人ですからね。ただインドになるとそれが1万人に1人とか、それ以下みたいな数字になっちゃいますんで、もしかしたら10万人20万人の医療逼迫犠牲者、こういったものに対してもしかしたら別の考えがあるのかもしれません。ちょっと分かりませんけどね。ただまあ、日本以上に宗教的観念が、あると思いますので、もしかしたら現世で死んでも次の世の中があるって考えて、もしかしたらね、いくばくか死に対する重みっていうのが私たちと変わってるかもしれませんし、宗教をやってるからまさに一瞬一瞬の命を大切にするとかね、惜しむっていうこともあるのかもしれませんね。いずれにしてもダビに付される模様ね、特会引っかえ同じところで違う方がどんどん折り重なって焼かれる姿っていうのは、ちょっとね、ゾッとするものがありましたね。で、これから食料紛争なんですけども、私はもうすでにですね、何年も前から食料危機に備えた暮らしをしてます。具体的に言うと、今日買った食料っていうのは、3年後に食べようかなっていうものも含まれてるんですよ。で、今日食べる食材のうち3割ぐらいは3年前に買ったもの、保存食とかを食べてるんですよね。まあ、そうなると保存食もちょっと詳しくなったりとか、調理方法慣れたりとか、味に違和感がなかったりとかするんですよね。だから生活の中にそういった保存食を食べるようなね、保存食って言っても最近はね、サバの味噌煮とかね、ステーキとかね、カステラとかね、なんか本当普通の食事と変わんないんですよね。しかもそんなむちゃくちゃ高くないですしね、栄養価も考えられてますんで、そういったのね、Amazon や Yahoo ショッピングで探すこともあるというところですかね。まあ、ただそうは言っても非常食では一瞬しかそれをしのげませんので、根本的な解決のためにはもしかしたら地球人口っていうのはちょっと減った方が都合がいいのかもしれないですね。人口が増えれば増えるほど食料生産っていうのは追いつかなくなってくるらしいんですよ。もちろん一定量人口はいた方が集団農業とかできませんけども、テクノロジーがありますんで、ね、今はね、ですので一人で田んぼをやったりとか畑をやったりとかできるような時代ですから、その辺はあと土地ですよね。農耕に適した土地がどのぐらいあと地上に生き残っているかっていう問題もあったり、そういうふうな農耕に適した土地に働きに行く人、もしくはそこから物流が起こせるかどうかっていう、そういうふうな二次的な問題も考えると、
食糧危機っていうのはもしかしたら運送の問題とかね、そういったイデオロギー的に不足することがあるんじゃないかなと思います。これぞね、たくさんあっても足りないっていう現象なのかなと思いますよね。ある国は輸出を規制したりとかね、値段を釣り上げてみたりとか、外交交渉に、そういった小麦をね、出す出さないっていうのを決めたりとかね、いろいろあるかなと思います、私たちはできる限りの防衛をして、なんて言いますかね、先の将来に対して投資する必要はあるのかなと思っちゃいますね。それではまたメッセージください。失礼します。